こんにちは、ブルーホースです。早速ですが、やってまいりましょう。FF7CC リニオン、準備 OK、ゾンちゃんと、なんだ召喚モード、下記ミッション、早くしろよ。あ、すいません。めっちゃ怖い。だけど、つまり、これを先にクリアしてから行けよっていうことなんで、じゃあ、ごめんなさい。再生します。あれ、ちなみに、レベル上がってたりとかしないよね。大丈夫だよね。優しい感じで包み込んでくれますよね。なんで初めから氷タイプの技でボッコボコにしばき上げてたらこんな感じでイフリートマテリアゲッツ。新たなリミット技が解放された。よっしゃ、地獄の火炎サトーン豪華級の術っていうやつね。 OK です。チャ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 ーパーピッピメンピッピメン。リミット技解放、待って、両方とも押し込むってことかね。了解です。でもなんかこれいろいろとこんな感じですね。マテリアハントを始めます。で対決、なんていうの、雷神鳥でいいの。でもなんか戦ったことがないやつですね。まあイフリートマテリアも手に入れたし、魔法石だ、ここら辺をなんかあれだね、まとめてミッションをクリアしていくっていう回を次回作ってみようかな。いつミッション進んでいきましょう。準備 OK とか、よろしく頼むなとか、そのくらい優しい言葉かけてくれてもいいじゃないですか。僕初のミッションでおしっこちびれそうなんです。よろしくな。ああ言ってくれた。単なる調査だろ、楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。なるほど。それほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスです。蜂蜜より甘いものはないですか。拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？いや、マジでそう思います。本人に言ってみるか。無理です。やめて。そのさ、女の子がやるような、エアリスがやるなら許される仕草だけど、ちょっとザックスがやると、おっさんしっかりせ、おっさんじゃねえか、お兄ちゃんか。だって、今多分ザックスよりも俺の方が年上だもんな。ごめんね。ああ、なるほど。バノーラ村、リンゴ農園。こんなところでなんかモンスターとか出てくるのかどうか、ちょっと怪しいところですけどね。バカリンゴのムービーシーン出てきた。これだよね。変な木。バノーラホワイト。ホワイトの木だ。通称バカリンゴ。バカリンゴ。聞いたことあるぜ。ってことは、ここはバノーラ村？バノーラ村。アンジールの故郷。なんかものすごいゆったりとしたペースで喋ってる。昔からの知り合いというわけだ。ということです。故郷が一緒で地主の息子がジェネシスだったっていうあれでいいのかな。おいまだジェネシスコピーか。アクティベイティングコンバットモード。よいしょ。こいつら、ウータイに足りん中。ウータイとその、なんかマップというか地図上のあれがよくわかんないね。どのくらいのそのマップが離れてるのか。例えば、カカリコ村からデルダ城までされている可能性。そんなんじゃないもんね。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。自分のコピーを作ってるってことだね、確かね。または破壊が社長のお望みだ。了解です。で、村を破壊するってことかな。いいのか、それで。村を破壊するっていう、めちゃめちゃやる気満々ですやん。ゴリゴリに走って向かってってこと。で、バノーラ村を調査する。でね。あれ？トンが消えた。トンツンしてる。あ、出た、フロムカン。動くいてー。
村の主要産業はリンゴ生産と加工で、あとは、シンラの補助金で成り立っているらしい。どうしてそんなにシンラが上司するんだろう。シンラが大事にする村ってことはマッコウと関係があるのかな。それとも何か別の秘密か。俺の勘でちょっと調べてみる。リンゴ食いて、じゃあリンゴ食えよ。食えばいいじゃん。よいしょ。パパ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 パ。トーマ。さあ出てくるぞ。出てきたよね。あー、なんかプルプルしてる。ガードマン。あいててこれはワンミッションが終わるまではブレイク状態になってるってことでいいのかな。ああ、いいねいいね。ちょちょちょ、どうだ。よっしゃ、ダークソンだー。ファイヤー、ゲイで、あー、またこの白いスペース出てくるね。アクティベートコンバートムーン、チェイ。よっしゃ、ちょ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 、なんか間違えて、おりゃおりゃ、アサシン58キル、ていむん、ちょ、HP に余裕があるからって言ってたけど、なんかもう気づけば、あの300か400くらいゴリゴリに削られてる状態になってるんでね、今ね。 14SP だ、これを稼がないとスロットが急に回らなくなるから、戦いを長引かせても仕方がないから気をつけなさい。もうお前誰？なんか怖いのがいる。ダダ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 。またつまらぬものを切ってしまった。カニさん、カニさん、エビさん、カニさん、骨格コネコネ、サバさん、サメさん、骨格コネコネ、叶えましょう。アクティベイコンバット、ボコボコにしたらいいですね。よし、ほらほら、あー、でもあれか、あいてててててて、あいてててて、ほらダークさんだー。いてガードファイヤー、おりゃ、あてて、攻撃のスピードが速いですね。攻撃のスピードが速い。ちょ、あー、なんか、お前どっち向いてんだ。ちょ、エリックさん、待って、あ、なんか回復した。え、なんだ、ザックスはレベル8になった。どういうこと、待って、何が起こったか分かんないけど、とりあえず、あの、回復したっちーの、ねてい、ウィークネス、オッケー。魔法なんかも遠慮なくボコボコに使ってった方がいいんだよ。なんか、なんで死んだのに生き返ったんだろう。あれ、妖精さんかな。ありがとう。レベル8になった。レベルアップ瞬間だったからってことかな。なんか、いろいろとこのシステムがよく分からないままにクリアしちゃったんだけど。セフィロスから聞いた。この技術ロス、我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ、ああ、盗まれるお前が悪い。特徴をコピーすることができる技術らしい。ここら辺のね、謎解きがちょっとよく分かってないからね。モンスターだけにな。モンスターだけにな。そっか、だからこのまま挑んだらレベルアップが難しいから、ミッションでちょ経験値積んどくよっていうオチなのかな。レベル7から8まで上げるのに。なんか2パートくらいかかってめちゃめちゃ大変なんだね。あれ、ちょっと待って、これまだ続くってことか。ああ、宝箱なんだ。エクスポーション、あれマックスに回復。ああ、ちょっと HP 減ってる状態になるんですね。ちょっとは違う、これを今アイテムを使うっていう。勝手に回復しちゃったよ。フリートマテリア、エリクサー、万能薬、そう、AP、エクスポーション、アイポーション、EMV、あれ達成率 100%、すげえ、ブレイクリーチ、マテリア、今、ああ、使っちゃったってこと。あ、そうか、装備でやらなきゃいけない。何をしとんねん、私は。ああ、そういうこと。あ、でも、そういうことか。でも、ちょっと待って、マテリアですね。まあ、MP4。なんか MP 減ってない ?70 何本から6。だよね。やばい。全然よくわかんないままに使っちゃった。死んでる。あ、踏めない。残念でした。
待っててね、ツン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 。内部のゴタゴタが漏れないうち、やはり村人の姿は見えないな。全員殺したんじゃねえよ。殺しちゃったのパノーラ。ホワイトホワイト。さあやってみせよう。とうとうギースの時間です。またつまらぬものを切ってし。わあ、おっきいお家。手入れ大変そう。なんか瓦がボコボコになってるけど。両親はこの辺りの地主だ。それでハッとすることはない。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だな。まだ新しい。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。今回の清めでございます。お邪魔しな。そんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。ですよね。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。何本もらってんの？ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。はいはいはい、気をつけろよ。あれ、アンジールの家を調べてくれる。ザックスじゃないや、ジェネシスの家は。それとも。アンジールの家は。宝箱、宝箱、ガッチャコン。アイポーション、400。地位は調べようとしたらなんか怒られ、そもそも入ることが許されていない。こっちが来たんですね。なんだ、なんかもう、まあ、危ねえのがいるな。ふい、ふい、ふい。え、てててててててこう。間違えた、間違えた。違う、こうです。オッケー、ケケ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 。HP リミットブレイカー。なめんじゃねえぞ、成長、タラタタタタタタタか。こっちはあれだよね。た道だから、ああ、そうだね。ちょ、こっちだね。たた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 。あ、一回走ってくれると楽だね。なんだ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 。なんか、あの、すごい樽の方が燃えてる感じの雰囲気。アンジールの家は全部です。あれっぽいな。完全にあれっぽいな。違うな。ここ村っていうけど、繁殖できるほどのなんか数がない。どこだよ。すげえ、ツッコミ。一軒ずつ回ってみるか。とりあえずじゃあ、なんだ、使ってるアイテムを隠され、今開始することで全長さ後で入手する。うわ、また来るのここ。そういうことね。じゃあ、今何て言いましたよ。そういうこと。あ、いっぱいあるけど、こういうの。あ、今これは開けられました。だ、反応で、貞子がこの中で待っている。な、今はそれ、きっと来る、きっと来る、ゆるっと来る。なんだ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 。うわー、なんか間違えて3つ使っちゃったよ。あ、そっか、L 押しっぱなしにしてたからか。うわー、やばいの、これ MP があれだね。ピンチ、ピンチ、ピンチ、ピンチパンチだね。ザ・パンチ。もう、死ねよーって言って、めっちゃ M1 で滑った人たち。とね。で、アンジールのお家です。一発目でやったらごめんなさいなんだけど、出たっぽい。当てちゃったよ。ごめんなさい。もっといろいろ調べてみるべきでした。お邪魔します。ごめんなさい。お袋さん、違うわよ。アンジールのお母さんのジールです。パパはアンです。もしかして子犬のザックス？めっちゃバカにされてるやん、先輩に。息子からの手紙に書いてあったわ。あ、お手紙。集中力ゼロ。子犬のように落ち着かない。これちょっとボコボコ案件。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。
違います。違う。安心して。息子に何があったの？何があったと思う？俺にもわからないんだ。息子のことがわからない母親以上に知ってることなんか、まあ、ジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。ここでこうアンジールのお母さんに手をかけなかったっていうことはあれだよね、優しさというかこう唯一一つのこう情報みたいな感じで。昔はいい子だったのに。みんな言うよね、昔から悪かった子なんかいないもんね。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。じゃああのすり減ってかけさせて、あの削っていきましょうよ。ボコボコにしちゃおう。その剣は我が家の誇りなの。俺が使います。それであいつこの剣全然使わないんだ。誇りっていうことはお父さんからのなんか形見というか受け継いだものなのかな。俺に任せて。お袋さんは隠れてた方がいい。どういう立ち位置のあれなのね。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。何かあるの？ジェネシスコピーを作るのにこのお母さんが必要だとかそういうオチなのかな。でもそれを知らなかったアンジールが自ら自分の母親に手をかけるとかそういうオチになっていきそうな予感がするんだけど、もしこの推測が正しくなかったとしたら私のことを褒めてください。でなぜかというとネタバレをしているということになるからです。申し訳ございませんでした。これもらっていいですか？アンジールが神殿に入るとき誇り高い戦士になるようにと、はい、ああそういうこと。夫がその剣を用意した。パパからのプレゼントだから。随分お金を借りたわ。え、そんなに高いよ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまった。あ、ちょっと笑っちゃいけないけど、なんか何とも言えない感覚ですね。なんかあ、おおおお、こ、違う。だな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 だ。お、アンジールの写真。若い。ソルジャーになった時の写真か。バスターソードしっかり持ってるな。こっちは家族の写真だな。うわ、アンジールのやつ。バスターソード見せびらかしちゃって。なぜかお母さんが横に並んでない感じがする。アンジールの父ちゃん。そうなんだよ。真面目な人からめちゃめちゃ真面目な感じか。これってアンジール？かんぼ？右上？で、このガキのツーショットはアンジールと。ああ、左下か。じゃあ右下か。はいはい。へえ。ああ、ちょっと待って。もうこれあれだ。完全にゴギルをパクっていくっていう、もう泥棒だよね。ただ。息子をよろしくお願いします。いいえ、それだけ。あのご飯すげえ用意した状態なんだけど。わあ、一人暮らしのこう老体の方なのにこうワインだけをたしなむっていうのはやっぱヨーロッパ感が否めないですね。さてさて、どうなる。何か敵が出てきそうな予感がするんだけど、急にボスとかがさ、どこ行ったんだよ。ここです。何？やっぱりそうだよね、やっぱ出てくるよね。ジェネシスコピーアクティベイティングコンバット。アクティベイティングコンバット。じゃあなんかセフィロスっぽいの。なんかでもこれ終わったらあのジェネシスとか出てきそう。ジェネシスはあれだ、あのバイオハザードのリベレーションで出てくるなんか隠れたアイテムを取あの疲労系女子のやつだ。フアリアーッピーコンプレクトのザーブ、俺の勝ち。で、村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていった。奴らのアジトってわけ。おそらく今私は工場そばの崖にいる。正面からパワー下げ上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。崖の上のザックス。ポニョ、ヒットポニョ。あれ、これは拾えないのか。他の家どうなってんの。それが気になる。入れないというオチだったんですね。アクティベイティング。ああ、もうなんか出てきた、出てきた、出てきたの、出てきたの、出てきたの。おらおらおら、まだ一匹からボックボックに差し上げて差し上げ、差し上げ、出てきて。ティー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 、グッド、あばい、あいてててて。ガードバウンド、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 クリティカル、なんかすげえ、あっち、あっちじゃねえや、つぶて、逆だ、もう、あの、
体温感覚がバグってあっちと冷てえがよくわかんなくない、よくわかんないことになっちゃって、ここら辺は特にじゃあ入れねえのか。なるほどね。あとミッションコンプリート。じゃあ、今から150メートルをカッポしていきましょう。150メートル走るのに、やっぱりあれかな。普通に100メートル走るのに20秒かかるとしたら、30秒もあれば、スケールポジション、痛い。ずるいの、ずるいの、AP 消費がむちゃくちゃです。おら、カチカチのこっちこっちやぞ。お前のあそこもカチカチで、ですよね、こっちから行っちゃダメってなるよね。オッケー、あっちに何かあるかっていうのが次気になるんだよな。壁に突撃、走る俺たち、宝箱キャッチ、なんだハイポーション、なんか全部を回復するしかないのかな。全回復ってなってるよ。全集中少年、見たことないからわかんない。 MP アップ田中、ちょ微妙に操作感がなんか難しいね。昔の作品だからなのかもしれないけど、すげえうんちしそうなゾンがいる。ゾンうんゾン。ちょ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 。Hello, my love, so sweet. 墓はジェネシスの両親のものだった。あら、ま、自分の親を。可能性はある、ね。通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。いませんでしたね。でも頼む、置いて時間をくれ。もしアンジールがいたら、借金で俺が首が回らなくなったパパ上のアンジールが考え直せば泣き柄はジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺ジェネシスとアンジール、あーそういうことね。説得できるのはお前だけだぜ。セフィロスの友人はこの二人だけだった。最も戦いたくない相手だ。ああそれが命令拒否の理由だろう。俺だってでもあれ何、先輩と後輩だったらボコボコにできるだろうっていう考え方、戻せると期待したんだ。やばいでしょ。自分は干渉に浸りたくないけど、おめえの干渉はどうでもいいからさっさとやってこいってか。怖いですね、英雄さんというやつは。なんという恐ろしいコンバットマグナム。オルドパイソン最高か。上から侵入、表面からはダメだって言ってもさ、ほんでガラスボコボコにしてたら結局一緒じゃねえって。成功った。え、ほんと？いや声響くぞ、そんなベラベラと喋った。ほら速攻バレてんじゃん。全然侵入成功してない。先に行け、一緒に戦うぞ。ここは俺に任せろ。戦わねえのかよ。共闘ってないのかな、これは。基本的にはないのかもしれないね。ブルー C だか何だか知らねえけど、まずは A からやるっていうのが鉄の規定だい。あら、でもこれグリザードしてくるとは。おー、テイテックゼイ、お前らグリザードってことはよ、炎に弱いだろう。さ、カートン合流化の術、かっこいい。倒した敵が味方になるっていうドラクエみたいだね。起き上がりにこちらを見つめているような仲間にしますか。いいえ、うん、オーバーキル。もうレベル切った。ありがとうございます。レベルはいくつにするのが正解なんだろうね。150くらい。ザックス、こっちだ。敵に注意しろ。ああ、もう全然侵入する気がないね、このコミュニケーションの取り方。セーブしてます。あ、ちょっと待って、なんかあっち宝箱、あれ宝箱かな。こんな狭いところで多分敵は出てこないやつ。あら、走る俺たち。バイン。ジャンプができないってなんか500ギリいいじゃないですか。ポーション10個分じゃん。ちょっと待って、体力は、ああ、そうか、レベルアップしたばっかりだから今。てかメーターをさ、ゴリゴリにレベル上になってるから、なんかまるでもう関係なくね、パラメーターっていう感じになってるよ。みんないっぱい待ち構えてらっしゃる。アクティベイティングコンバットモード。あ、わわわわわ。
イケイ、ちょっとお前強いから嫌い、先にやっとかないと。なんかいる、あれ、なんか喋ろうとしてる。ヘイケ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 イ、ほら氷固まって、ファイヤーボンバー、オッケイ。待て、もう切れてる、切れてると言ったら喜ぶ。オッケイ。で、何が？こっちだ。はい。言われるがままについていきます。おめえも戦ってくれよ。俺一人ばっかりがなんか骨折り損のくたびれ儲けってなっちゃうんだ。ほら、違うな。オッケイ、じゃあ宝箱ゲッツ。タタタタタバエリクサ。エクサがなんだっけ、全部回復のおたっき。あ、これあれか、氷弱いやつ。ちょ、おらムカつくんです。痛い、あれどこ行った。とりあえずなんか剣を振ってたら勝てるゲームとか聞いてきて、もうこの爽快感はやっぱたまらないですね。ポケモンとかと違う、ターン制じゃないからさ、当て続ければなんとなく勝てるみたいな。気持ちいい、行っちゃいそう。いろんなのが出てきそう。わあ、お尻プリプリ。ダークサイドクロニクルズのクレアみたい。ここでコピーを作っているようだな。それを見つめて、2階行け。いい尻だな。ジェネスがいるかもしれない。はい。まあ頭を使ったことは私にはできないですからね。まあとりあえずこのソファーで待ち構えられない。じゃあ行くか先に。2時前でしたね。今の俺の時間と一緒じゃん。これ12時間違うけど。深淵の謎、それは女神の贈り物、我らは求め飛び立った。え、さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てて。あ、もう本物出てくる。あ、いや想像しいな、子犬のザックス。手紙はジェネシスにも送った。なんか眠ってる。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ、役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。うわ、やっと、嘘、お前が戦うの。待って、え、急に。あー、違うか。どういうこと。おお、隠れてた お兄さん。かっこいい。さすがガクト。あれ？よお前、武器を。結構。ついに心を決めたというわけだ。幼馴染の意思は尊重しよう。しかし。そっちの世界で生きていけるのか。もうなんかバイオハザード6の始まりみたいにさ、全くもってわけがわからない状態で物語が進んでいくって気がするよね。お前いつの間にバスターソード手に入れてんだ。あれ、これバスターソードであったっけ。それあげるよ。あれ俺の剣じゃん。俺の剣あんな黒かったの。なんか使いすぎたオチみたいな感じになってるけど。おー、メール来てる。今後の報酬、今、最近とある痛ましい事件の報告を受け、親との絆について考えています。血のつながない幸せの役が存在する一方、血のつがった、この差は、尊敬と感謝の念の有無です。これがないとそこには恨みが生じます。この恨みは悲惨な結果につながりがちで、任務の背景に恨みがあることも多いです。迅速な任務遂行をソルジャーとしては当然ですが、今後はリスクの予防にも力を入れていく方針です。はい。HP は減ったまま、SP めちゃめちゃ溜まってんな。
どこ行った？繰り出されそうな気がするんだけど、工場出たのか。出た時だったらあれだよ、音がババ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 バってか、なんかすごい扉を開けるゴゴゴゴゴンとか、なんかすごいなりそうだ。はい、入ってきた。君らだったのね、正体は。え、なんだなんだなんだ、え、一撃かっこいい。もっとガバメントじゃないですか。急いで村を出よう。M1911 だっけ？あの二人探さないのかよ。いや、なんか多分何かが痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。神羅の不都合は全部撃ち殺すってことね。あと俺が相手しますよ。本当に誰もいないんだな。いやいや、めっちゃゴリゴリにいます。お母さんがいます。アンジールンチ、お母様がゴリゴリにいます。早く脱出させてあげないと。あ、でも殺してんじゃねえか、もうこの時点で。なんかもうすごいな、銃でバッキュンバッキュン。え、これ今からお母さんの元に向かってて、お母さん抱かせてください、なんなら僕のこと抱いてくださいって言いに行くっていう感じかな。あの長いアンジールの家へ向かう。あったあったあった、お宝もろ。全然セパックがないけど、エクスポーション、エクスプロージョン他はなさす。あった、めちゃめちゃ普通、すぐ隣にあったわ。銅の腕は、銅の腕は、これ、ね、一個一個手に入れたものがすごい気になるお年頃なんです。銅の腕輪は、最大 MP が20、あー、どっちの方がいいのかな。まあ、今でもあのさ、なんか無限に、ま、魔力使いますせ系女子になったら、勝てるから、なんだ？もしもーし、デートのお誘いですか？攻撃を始めた。なんだって？どうすりゃいいんだ？ジェニシスを殺せ。タイミングよく砲弾を切れ。いや、難しいこと言いますな。早すぎても遅すぎてもダメだ。いえ、そんなシビアなタイミングなんですか？さっきの役場前の要領だ。え、できるか？やるしかない。役場前の要領。ああ、あれ？砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしか。え、何？色に？あ、なんか新刊の音。タイミングもあるし。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。自分がベラベラ喋りすぎてるせいで、あんまりね、音とか攻撃た音とかがね、聞こえない状態になってるんですよ。空爆までにお袋さんを助けないと。なんだなんだなんだ、来た早速か。行ってくるやつ自体をボコボコにすればいいんじゃない？何だ、誰だ、なんだ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 。赤色に変化した時が切断のタイミングです。ミニゲームかな。えって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 。OK! ワンヒットベンゴー、ブイヤーラッシュパテイヤー、ピヤーピー、そいんなまい、つまらないもの残念つけ、ナトー、私に切るものは何もないぞ。エンドファイヤーって、おい、いつまでやんの、長くない、10発目ワンダフォー、死ぬかなグロスでもない。 OK、 7個ピヤーオッキー、ウルトラーゴー。10分の9だったらまだマシ。ちゃ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 、これでレベルアップすん。これどこですって、これあれ後ろマグネットなのかな。攻撃をほとんど防いだのか。でしょ、今出しょ、まもなく空爆。でもこれ10分の10だったらなんかスペシャルアイテムとか手に入ったのかもしれないね。一発目なんかだって全然いつ赤なんねんけど、ほんまにギリギリになるまで赤になれへんかったって、結構シビアなタイミングゲーでしたね。まあ、音ゲーのアンジェルの家にドレンチューサイド。あ、はいはいはい。何？操作していなかった場合？お、40秒しかない。え？あれ？アイテム今、ちょ待って、40秒自宅しなんて。何で調べると？急ぎ。ちょ、もうちょっと右の方向にも何かあったんです。あれ、入るか入らないか、うんぬんかんぬんで40秒ですよ。あの、ドーラさんからのお達しですよ。やばくないか？ああ、できた、できた、ああ、ありがとうございます。クーパーを よかった。そうだよ、40秒後に爆発されたら、アンジールのお母さんうんぬんところが自分たちも爆発しちゃうっちゅうねって話やね。我が社さん、砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。あ、はい、了解です。
じゃ10分の9って900切れ、あっ、1個切れ、そんなんでいいの、どっちに、エーテル、ソーマ、じゃあデスピサロとかそういうのもないのかな、なくなってる、俺たち、私たちいなくなってる、タラタラタタ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 、お邪魔します。え、そんなすぐお亡くなりフェーズだったっけ、なんてことするんだ、おい、それが目には目を、歯には歯を、それが母は生きているわけにはいかなかった、その息子もまず自分から切りなさいよ、わけわかんないこと言うなよ、ちゃんと説明してくれよ、言っただろもうそっちでは生きられないのさ、お前どっから現れたのよ、かっこつけてんな、まあ声優さんがかっこいいから仕方がないんだけどね、アジル、アジル、君を飛び立つのか、我らを憎む世界へと、黙れ、待ち受けるは黙れって言ってるだろ、ただ過酷な明日、さかまく風のみだとしても、今日はセフィロスがいないようだが、どうかな、何、またここでこうやって戦わされるの、やばい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 、あ、そうか、イフリートの時はあれか、一人で戦ったからか、一人じゃない、最後のとどめをしてく、うわー、なんかまた超ゴリゴリに強そうなの来た、あ、これがあれか、雷神長ってやつか、ういー、あれ、待って、これ届くの、そもそも攻撃は、くそ、こいつ届く、これ、バハムート来たー、ちょっと待って、バハムート、痛い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 、ちょっと待って、ちょっと無理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 、どうしよう、ほら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 、無理無理でしょ無理でしょ無理でしょ、どこ行った、どこ行った、危ない危ない、ほら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 、無理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 、無理でしょー、これ、おう、ちょっと待って、これどうやって倒すのよ、パワーアタック、敵を読みかせる効果のある、はあ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 、あ、じゃあ、あれ、つい倒さなきゃいけない敵なんだね、何が弱点なんだろう、いや、ちょっと普通にも戦うしかない、あれ、どっか行った、どっか行った、どっか行った、痛い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 、お前何が弱点なのよ、一撃必殺、あーえーって、もうもちろん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 、何度でもやり直す、どい、あ、痛い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 、ほら、ほら、あー、あー、ちょっと待って、強くね、無理です、僕に勝てません、本当に倒せる敵なんですか、うおー、これなんかゲームオーバーになった回数で、あの急に急にあのあれが変わっちゃうとかないよ、あ、ちょちょちょ、間違えた間違えた、何をしんの、何をしんの、ガードしてよー、なんでガードしないんですか、死にます、ダメだ、ちょ待って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 、こいつをクリアするところまでが、あのあれで、このパートのあれですよ、戦い続ける私の覚悟ですよ、いきなり飛んでいくんだもんな、ガーッ、オッケー、よいしょ、で、サンダーファイヤーガーッ、あ、ちょ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 、ポショ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 、ガル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 、ペイ、我慢開始、我慢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 、もう戻り、ブレイキングダウン、ブレイキングダウン、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 ペイ、あ、なんかエリクサー使っちゃってる、で、ライトニングドロップ、あ、ちょ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 、よし、上から降ってくる、上から降ってくる、上から降ってくる、ファイヤー、ファイヤー、あ、ちょ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 、食らつけんのか、これ、お、いいね、いいね、いいね、
ガードしてない。パンチルきた。おし、いけ、ブリザード。オッケー、スキルパワーメガフレア、なんだろう、ポケモンじゃねえや、あのダーク、なんだっけ、あいつレッドアイズブラックドラゴンのメカブラックドラゴンのやつだけど、メガダークメガフレアってやつだ。超攻撃力2800、こんなのだから食らった、なんでもう死ぬっちゅうねん。 25% で、死ぬとこでした。あ、どこ行った？力ある限り、あ、引いちゃった。ポーション、あ、来い、チェイ、こいつのかわし方が分かればあれなんだろうな、多分な。よし、物理向こう、いいね、物理向こう。ってことは、これを今食らうところで痛くも痒くもないのです。どうだ、苦しいだろ、辛いだろ、痛いだろ、辛い。あれ、行くぜ、俺の勝ちだ。お前なんかカトン合流から15、なんだっけ、なんかわかんない、もう全部合格でいいや。あいやカートン豪華級の術、ゴロゴロ。これで何歩くらう？千な、お、これでいったんじゃね？まだダメ？まだダメですか？よいしょ。MP が足りない、MP が足りない。クリティカルキー。はい、出て。はい。やばい。死ぬ。エーテルってなったっけ、魔力だっけ。おしあったー、あとちょっとなのに。ちょっと待って、もう戦うしかない。でも やりきるしかない。で、コロコロ。で、一発目かよ。ドローン開始。やばい、逃げる。ポーション。どこ行く？その上に逃げ、上に逃げ、ちょっとこう、これ確実に食らうからダメなんじゃね？よし、あれ。あー、いいね。エピ、攻撃が届かないと、そんなこと許されるのか？ポーション、ずるい。ポーション。はい、こう。でい、これ。これはだから防がなきゃいけないってことだよ。違う、マジで。サンダーしても仕方ない。そうだろ？ちょっ、あ、食い寄ってんのか、こいつに。やばい。えって。のん。あれ、攻撃が届かないと。よし。ポーション。で、多分揃ってくれ。お、いいね、連続切りなんだけど、アップしてるんだけど、めちゃめちゃ食らってるわん。こう。よし、オッケー、今です。あー、超連続切り、セフィロス舐めるなよ。おら。あ、これ食らってる。どういう技？722。あ、アップです。そして、さあ、2個目はどうするってか。お前、大の木を攻撃するやつかよ。おら、攻撃が届かない。じゃあもう1個飲んどいてからの回復。どこ行った、お兄さん、
AP 今かよ今かよ。ライトニングボルト。で、えてててててて。ハイポーション。ウィッツ。よし、オッケーじゃないけどオッケーにしとこう。オッケーじゃないけどオッケーにしとこう。ほらほらほら。ちょいちょいちょいガードしてんだって。ガードしてるんですよ。ガードしてるの。あっ。やばいやばいやばい。ハイポーション。え、なんで今飲んだのに。飲み飲みピピピ飲みピピピ。さすがにちょっときつい。ちょっとごめん、中途半端だけど次回これをぶちのめすっていうところから再戦しましょう。一旦勝つ。また明日じゃない、まあ明日だね、お会いしよう。バイバイ。チャンネル登録で応援してください。セーブしよう。